ねえねえ博士、今日は何を教えてくれるの？今日はこの容器の種類について説明するよ。いろんな種類の容器がありそうだね。そうだよ。じゃあこのマイクロチューブを説明するよ。このマイクロチューブは片手で蓋を開けられるんだよ。かっこいいね。キャップにもバリエーションがあって、ソフトタッチやハードタッチがあるよ。どんな使い方をするのかな？少量のサンプルを入れたり、遠心分離をするときに使うんだよ。遠心分離？高速で回転させた遠心力を使って液体の中の細胞や沈殿物を分離するときに使うんだよ。マイクロチューブには 1.5 ミリと2ミリの容量があるんだよ。他にもスクリューキャップチューブもあるよ。サンプルを冷凍保存するときはクライオチューブも使うね。もっとたくさんの量を使いたいときは遠近管を使うよ。遠近管はサイズが15ミリと50ミリのがあるよ。本当にたくさん種類があるんだね。そうだよ。ワトソンブランドならバリエーションが豊富だから、用途に合わせて適切に使うことができるんだよ。なるほど。博士の研究もはかどりそうだね。みんなも URL からワトソン製品を見てみてくださいね。これからもいろんな動画で製品を紹介するよ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。じゃあ次の動画でまた会おうね。またね。またね。